皆さんこんにちは。今回はこの組み組みスロープクモンで組み立てて、これを転がして遊んでいこうと思います。これは例えばここにこうやってね、カチャッとはめる、ほらこうやってはめるでしょ。いくよ。おお、すごい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 。こういうイメージ。ではお兄さん、ちょっと組み立てて、そこになんか合体させてコース作ってくれますか。はい。あ、それいいね。そのままドーンとつけちゃおうか。ここに。これやったら、うん、これ外さんといかないな。あ、そうか。それじゃあ外して。外して。お。いいね、いいね、いいね。このコースはいい。上から落とします。はい。詰まったぞ。じゃあお兄さん、はい、この長いコース今これ作ったから、うん、これをどっかにちょっとはめてくる。あ、その前にこれ一回チャレンジしてみよう、うん、ちょっと手で持って、ここそうやって置いて下に、あ、持ち上げてこういう感じで、そうそう、その状態にしてみて。じゃあ行くぞみんな、これを転がしてみよう。このコース、ほい、ここが詰まった。お、お兄さん素晴らしいコースが完成した。見てこれ、こう来て、あそこから来て、ぐる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 ってここに落ちる。じゃあやっていこう。うわー、うわー、すげえ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 。詰まった。そこで詰まっちゃったな。お、どう、このコースもすごいね。こういう風になってるね。じゃあそれもちょっと合体してくれないかな。どう、工夫して、うん、あ、それそこつけて、あ、おお、いいコースできたじゃん。ぐーっつって、え、やって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 、ちょっとやらしいやらしいやらしい、はい、うん、まずそれだけ。どうなるどうなる。うわ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 。すぐ人がんでるの。まっすぐ。お、行きまーす。こっから来て。こっから上から落ちてくるのかって。うわ、すげえ。ここ来るよ。来るよ。もっと一回ちょうだい。ドバーッと。
詰まった内部構造で詰まってしまった。あ、入れてここにボンバー入れてもっともっとちょうだい満杯にして入れて行くよもっと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 、うわすごいね、すごい綺麗。なんならこれこうやって持っちゃってさ、ここでさ髪の毛あるけど。これね、小さいやつが結構詰まるんよ。え、でもこれ落ちるのがすげえ。行くぞ。